剣より強きもの。
料理も戦いもスピードが大切だ。早く終わらせようぜ。まあ見てないよ。あいつら変だよな。獲物だ。まあ見てないよ。見えた。ショータイムだ。これで何人目だ。まあ見てないよ。楽しんでる。行動開始。手応えのない。行くわよ。ねえ、ちょっと聞いてくれる？そこね、敵撃破。そこね、敵撃破。やりやがったな。出撃します。奴らを甘く見るな。注意せよ。行動開始する。いけるか。これ以上危ない。戻れ。これで敵の勢いもそがれるでしょう。行動開始だ。敵発見。援護しろ。俺が行く。Thank you.
任せときなって。パワーが有り余ってるんだ。華麗に決めるぜ。俺の出番だな。期待が重いぜ。華麗に決めるぜ。悪いな。敵さん発見。よし、次の目標に移るぞ。これで何人目だい？はいはい、狙われてるぞ。行動開始。ここが俺の死に場所か。確認、配信つけ。やるときはやりますよ。当てる。敵撃破。向こうにもあんな奴がいたとは。行動開始する。行けるぞ。敵がいる。この調子で行く。慌てる必要はない。リエラ、今助ける。行くわよ。当たって。敵撃破。助かった。ありがとう。分かったよ。やるときはやる。悪く思うな。敵撃破。やった。これで進める。敵がいる。
悪く思うな。楽しんでる。敵を発見した。敵を発見した。この戦い、負けるわけにはいかん。参る。俺の出番だな。当たれ。いっちゃがり。この調子で攻め上がるよ。まあ見てないよ。ショータイムだ。おしまい。まあ見てないよ。
わしの出番か。うわ、敵結果。味方がやられた。お前ら気をつけろ。私の番ね。当たって。やった、よくやった。負けてられないな。行くか。筋が通らないな。当てる。問題ない。助けなどいらない。逃がしはしない。ふん、手応えのない。押されている。応援を頼む。行くぞ。生かしてはおかない。悪くない。今がチャンスだ。続くぞ。
逃げ道はない。悪くない。やっぱそうね。まあ見てなよ。衛星兵、こっちだよ。こっちに弾残ってないのか。ショータイムだ。おしまい。なかなかやるじゃないか。まあ見てなよ。避けるんだよ。これで何人目だい。敵は病院を逃がさないで。ただ行くのに、この動き見切った。参る。ふん。成敗。よし、勝ったぞ。ん？あれは？やれやれ、やっと終わったな。わざわざ正規軍が助けに来てやったんだ。感謝しろよ、ダルクス人ども。あの人たち、ほとんど何もしなかったのに。まったくだ。ありがとうございます。こんな遠くまで来ていただいて。ささやかですが、おもてなしをさせてください。もてなし？は、冗談じゃない。腹減ってたって、ダルクス人の料理なんか食いたくないね。どうせ得体の知れないものを食ってるんだろ。ゴミみたいなもん出されてもてなされてもな。おい、お前たち、この女性に謝れ。なんだお前は。ネームレスのダルクス人が出しゃばってくるな。よせシックス、正規軍に逆らってもいいことは何もないぞ。悪いが黙っていられない。相手が誰だろうと今の発言は許せん。許せなかったら何だってんだ、ネームレス風情が。はいはい、ネームレス風情にもこんなことができるぜ。え？さあ、飯の時間だ。そこの全員、食堂に集合してくれ。なんだてめえは。ジュリオ、悪いが今は飯なんか食う気分じゃない。何を言ってるんだ。飯のことで揉めてたんだろ。そっちの正規軍のあんたたち、腹は減ってるんだよな。俺の料理を食ってけよ。なんで俺たちがお前の料理を食わなきゃいけねえんだ。味は保証するぜ。気に入らなかったら土産にばあさんの秘蔵酒をやるよ。
こら、人のものを勝手に振る舞うんじゃないよ。はん、酒が手に入るなら言ってやってもいいぞ。さあ、召し上がれ。なんだこりゃ、ただのスープじゃねえか。いいからスープを飲んでみろって。話はそれからだ。こんな質素なスープ。こいつは。あ、正規軍の人が固まっちゃいましたよ。さあ、みんなも熱いうちにどうぞ。わあ、美味しいです。今まで味わったことのない不思議な味がしますね。そうか、ここは琥珀岳の産地だったんだな。琥珀岳？これはダルクス人だけが食用に使う珍しい種類のキノコでね、悪と臭みの処理に特殊な技法が必要だが、いい旨味を出すんだ。ダルクス人？これはダルクス人の食い物なのか？ダルクス人は素材の味を引き出すのがうまいんだ。俺もよく参考にさせてもらってるよ。鳥皿を回してくれ。次はこのスープを使ったリゾットを出すぞ。いい香りだ。戦場でこんなものが食えるとはな。あの、こちらは琥珀岳のフライです。お口に合うといいのですが。うん、悪くない。こんな食い物があったとはな。どうだ、うまいだろう。偏見で視野を狭くするといいものを見逃しちまうぞ。おい、おかわりはあるか。俺もだ、このフライはうまい。は、はい、少々お待ちを。サーティーツー、あんたのこと少し見直さないといけないみたいだな。見直すのは俺じゃなくて琥珀だけだな。ふぅ、こんなにうまい食事いつぶりだったかな。ああ、すごい満足感だ。ごちそうさん。感謝は村の人にしてくれ。素材も調理法もここで得たものなんだから。うまかったよ。またここに来たら食わせてくれ。はい、ありがとうございます。あんたたち、いい顔してるぜ。そういう顔が見たくて俺は料理をしてるんだ。丸く収まったみたいですね。やれやれ、どうやらシェフの一人勝ちらしいな。ああ、料理には世界中を笑顔にする力があるんだぜ。飯は剣より強し、なんてな。